こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のこちらになります。通常トミカのナンバー13、日産フェアレディ Z ニスモ GT500 です。はい、そしてあとね、このナンバー36の BMW の i4 っていうんですかね、こちらの通常カラーと初回特別仕様、この3台をね紹介したいと思います。でですね、これ購入したらトミカマップっていうのをもらいました。ナンバー1からナンバー150のトミカを2個購入すると、このねトミカマップっていうのがもらえるみたいですね。であとね、本日、同じ日にね発売されたこちらのヤマダ電機オリジナルのスバルの S4STI っていうんですかね、こちらと、あとねエディオンオリジナルのホンダシビックのねタイプ R、こちらも購入したんですけど、これはまたね次回の動画で紹介したいなと思います。ということで、じゃあね、この3台気になるとこれですよねやっぱこのねニスモの GT500、 このフェアレディ Z、 これはね正直ねかなり気になってます。で前回の GTR、 あれがねすっごい出来良かったんですよ。めっちゃかっこよかったんで、まあ、今回もね、まあ、どんな感じになってるのかっていうのはね、結構皆さんもね気になってるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、まずはパッケージなんですけど、まあ、パッケージこんな感じでかっこいいですよね。でちなみに前回のこのね GTR の方はこんな感じよく似てますね。カラーリング自体もほんとなんかそっくりっていう気はしますね。とじゃあ早速開けていきます。で肝心の車両の方なんですけど、あー、おー、でかいね、すごい大きいね。でこちらシールがねなんかつけれるようになってるみたいですね。はい、で肝心の車両なんですけど、あ、出てきた。はい、まあ、正面はこんな感じで、あすごいね、すごい、おー、めっちゃメカメカしいというかね、すごいかっこいいレーシングカーの、なんて言っていいのかね。になってますね。で、横はまあこんな感じで、ここら辺のね、エアーなんとかっていうんですかね。なんとか。エアロパーツ。そうそう。エアロパーツ、なかなかね、かっこいい感じにはなってますよね。で、後ろは、動かさわないな。よいしょ。で、後ろはまあこんな感じで、ここら辺は特に、塗装とかね、テールランプの塗装とかはないですね。そしてリアスポイラーは綺麗に歪んでますね。だこれをキュッキュッとちょっと直してあげての、はい、で上から見るとこんな感じで、かなり大きなねリアスポがついてますね。でこちら横こうですね。おお、いやでもかっこいいっすよ、結構かっこいい。あ、ここは銀色に塗られてますね。でこのねニスモのマーク、日産ニスモのマークがねしっかりと入ってて、ここら辺の成形も細かいような気はします。で下はこうで、型は2022年の型になってますね。でギミックはサスペンションですね。うん、ギミックはサスペンションだけになってますね。でもう一回ぐるっと一周見てみると、まあこんな感じで、まあ、形自体は非常にねかっこいい感じにはなってるんじゃないかなと思いますが、前回みたいな感動はちょっとない気はしますね。ちなみに前回のこのね GTR の方のね、こちら見ていくとですね、これはすごかったんですよ。あ、でも、あ、似たような感じかな。そうやね、似たような感じにはなってますね。あー、まあ並べてみても、前回のもちろん出来がいいというかね、リアはちゃんとこう塗装されてて、今回はされてないんですけど、いやでも、うん、出来自体は、まあ、近いような感じにはなってるけど、やっぱちょっとね微妙な、あの前回に比べるとちょっと微妙な差はあるのかなと。ということで、じゃあ次ですね。じゃあ次はこちらのナンバー36の BMW i4 の通常カラーと初回特別仕様。じゃあまずは通常カラーの方から。で、パッケージはまあこんな感じになってて、白い BMW かっこいいですね。で、ナンバー36と。じゃあ肝心のね、車両の方なんですけれども、これは、あー、なるほど。なるほど、なるほど。正面はね、まあ、こんな感じになってて、ヘッドライトは、これは、
ヘッドライトはこれ塗装ですね。塗装になってますね。でこのグリルがすごい特徴的。で横はこんな感じで、色も非常にね、なんか綺麗だし、ここら辺のね、成形も非常に細かいのかなという感じはしますね。で後ろはこんな感じ。テールランプは塗装になってて、ここら辺もなんかすごいですね。で、こちらもこうで、おー。すごい、なんだろう、いかつい感じなんですね、今の BMW って。へぇ、すごいね。はい。で、下はこんな感じで、型は2022年の型になってますね。で、ギミックはサスペンションだけですかね。この白はなんかちょっと、なんていうの、クリーム色っぽいような、ちょっと青みがかった白なんですけど、これがまたいいですよね。じゃあ次はそれのね、じゃあ次は BMW の初回特別仕様。で、パッケージはまあこんな感じになってまして、はい、肝心の車両なんですけれども、なるほど。はい。で、正面は、ま、こんな感じになってて、ヘッドライトはね、同じく塗装で、ちょっと見分けがつきにくいような気がしますね。で、横は、ま、こんな感じ。いいですね。はい。で、後ろはこうです。で、上はこんな感じになってて、下はこうですね。で、ギミックは同じくサスペンションということで、ちょっとね、比べてみる。まあ、こんな感じで、まあ、両方とも、なるほど。脳白色がなんとなくいい気がする。まあ、こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は、2022年の11月に発売された、通常トミカのね、こちらのシャン3台を紹介してみました。で、このね、トミカタウンマップにちょっとね、並べてみたんですけど、どうですかね、これ。なかなかいい感じのね、マップになってますね。はい。で、駐車場並べてみると、結構ね、いい感じ。すごいね、かっこいい感じになりましたね。まあ、どれもね、なかなか素敵なトミカになってますので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。